お前はどのタイプのスライムが好きだ？氷スライムかな。近づくと冷気を感じるから夏に役立つと思う。実用性で考えるのか、さすがだな。パイモンは？オイラはどれも好きだぞ。どれも美味しいからな。美味しい。スライムをくるくるしてシャカシャカして、オリジナルドリンクにするとパイモンスペシャルになるぞ。そうなんだ。じゃあ非常食ランキングのパイモンの順位をもう少し低くしようかな。その順位にオイラを入れないでくれるか。はあ、最近旅の途中で美味しいものをたくさん食べたよな。美味しいものを食べると旅の疲れも一気に消えるってもんだ。うん、けどパイモンって太ったら飛べなくなったりしないの？はっ、そんなことないぞ。オイラは食べても太らない体質なんだ。へえ。だからもっともっと美味しいものを食べるぞ。食べた分が肉にならないなんて非常食として不合格じゃないかな。おい、まさか合格した非常食が他にあるのか。クレイは面白い子だよな。騎士団のみんなに愛されてて、まさにマスコットと言っても過言じゃない。パイモンとクレイ、どっちが上だろう。うん、そうだった、パイモンはマスコットじゃなくて。おい、何を言おうとしてるか分かってるぞ。その冗談面白くないからな。すごく怖い悪夢を見たことってあるか？うん、果てしない闇の中に落ちていく夢を見たことあるよ。風の翼もなしにね。うわぁ。兄が振り返ることなくどこかに行ってしまって、どんなに追いかけても追いつけない夢も見た。夢の中で来るのが遅すぎたって言われたよ。ふぅ、オイラとは違う感じの夢だな。オイラが見た一番怖い夢は巨大スライムに丸飲みされ